平賀がさとしから1931年一月十四日は、明治期の実業家、完了。いずまめ学校校長、区内省勤務、三井銀行大阪支店長、中東製革社長、桜セメント社長、帝国高専社長、藤本ビルブローカー銀行社長、阪急電鉄社長、張間水電取締役、両素内水電社長、日本館イカ債保険社長、 日本徴兵保健監査役、阿園観光会長、白山水電監査役、岡山伝統会長等を歴任。江戸に幕府旗本、平賀正夢の四、男として駿河台に生まれる。陽名は金五郎。聖は王位を名乗ったが、後に改めた。従者佐藤平八郎について、関石を学び、静岡藩へ移る。 明治8年に創設された静岡主藩学校を主席で明治10年に卒業し、江戸に出て慶応義塾に入り卒業。同窓に北川霊筆、渡辺治虫、屋台佐をとわり、義塾内で形成者を組織して演説会を主催した。明治15年に静岡主藩学校の三等教諭に任ぜられ、ついで伊豆の豆洋学校校長。東京に出て、 区内省の続刊を経て、中見川彦次郎の勧めで、三井銀行に入行。その後大阪市店長となる。ついで、中東製閣、桜セメント、帝国高専の三社を起こして、社長となる。その後、北浜銀行事件のために退任したる、岩下清近の後を受けて阪急電鉄社長に就任した。その後、水力発電事業に力を入れ、 明治43年に、張り間水田取締役、大正8年に、両祖内水電株式会社を創立して社長。その他日本館医科祭保健社長、日本長兵保健監査役、阿炎観光会長、白山水電監査役、岡山伝統会長等を歴任した。ありがとうございます。